1月6日のケリヒメスイーツ。さあ本日木曜日なのでゲーム内更新が入ってますね。いや今日はとんでもない大雪だったね。都内も。でもどうせ明日は路面凍結もするだろうからとんでもないことになってんだろうな。でね、せっかく雪降ったんでちょっと外で撮影をしてきたんでね、ツイッターにちょいちょい写真を上げたり、あと、まあ、出来栄えにもよるけども、動画もちょろっと撮りました。さて、王立秘蔵図書館の無料ガチャと、娘メンバー大集合。こちらの。ひなちゃんいらない。新春限定巫女ドレススロット。へぇ。ちょっと一回回してみるか。初めてのドレススロット。今まで武器系とかキャラ系しか回したことなかったけども、たくさんもらったからね、チケット。これぐらいはやってみましょう。お、なんかキンキラしてるのもあるけども、どうだ？レア度的には。Where Miko Lilis。性能的にはどうだ？そこまででも？悪かないけど、ミコ装束。てか、同じのいくつ出てんの？ひどくない？別にプラス値がつくわけじゃないからさ。これはコインと、まあ内容としては大したことねえな。まあでも新しい新規アイテムに経験値突っ込んで、レベルアップに活かせるんで、そう考えましょう。ちなみにさっきのやつでピックアップは何だったんだい？娘メンバーじゃなく、ラインナップ。いや、プレビューはこちら。ウェアミコフミエ。一応ピックアップのが当たってはいるけども、まあ悪かないけど、って感じですね、本当に。攻略情報。年末年始イベントが終わっちゃったので、1月6日更新の、光ジョニースパイク、光ゼルラット。光系になって、年末年始チャレンジ、これは待てばもらえる系。マテリアル工場は、まあ、ローテで回ってくるやつ。ので、そこまで大きく変動はないかな。むしろ年末年始であったステージが減ったぐらいなんで。さて、天空人とか使えば、変わらず楽にクリアできるかな。レッツゴー！レベル999。軽減はあるものの、天空人のぶっ壊れ性能ならいけるか。いけますね。最高ですね。ケリーウェイトもないので、そい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 ラテ。お、生き残りがいる。なんか闇ジョニーゼルとかさ、あっち系よりやっつけやすいか？いや、わからんぞ。結局この、後半のね、こいつらが多めに出てくるあたり、そのあたりが結局ポイントだと思うから。いや、強いな。さてさて。よいしょ。全くの余談なんですけども、まあ、今日和服着て撮影してきたんですけども、まあ、脱いで、そう、着たまま撮ればよかったな。脱いだ後に、で、顔落とそうと思ったあたりの時に、あ、そうだ、ケリ姫、顔出して撮ろうとね、そこで思ったんで、もう脱いでね、今、ヒートテックの肌着とタイツ状態なんですよ、今。だからね、下手にこの、状態を起こしてしまうと、お手首の、ぽっちりが見えてしまうかもしれないからね、今日はね、ちょっとわざと少しかかんでます。もし見えてしまったら、まあお宝発見たまごっちということで、拝んでおいてください。さすがに天空人でもやっつけきれはしなかったが、闇属性のやつがうちいっぱいいるからな。まあ、とはいえ次のターンぐらいで終わりそうだね。ポンセあたりでも放っておくか。別に何もしなくても、天空人の攻撃と、カイトの攻撃で、十分終わりそうだけどね。
いいですね。で、2人分の範囲だったら当たるでしょう。太陽のこの攻撃、こいつがでかい。すごく大きいです。で、カイトの追撃で、よし、有利属性なんで。私は誰にも止められないわ。本当やっぱ闇の時より若干楽な感じするな。まあ、天空人借りておいて、だからね、使ってなかったらやっぱ大変なステージではあるけども、ちょっと一瞬に時間かかっちゃうのがね、かたるいですよね。あとはお菓子の城も期間内に20回までやっとかないと。とりあえず今日はこれぐらいにしておきます。また明日。